はい、こんにちは、しゅんです。今日は、久々に動画の投稿をしていきたいと思います。今日やっていく髪型なんですけど、ちょっと今、画像が、今、携帯で撮ってるんですけど、ちょっと画像が携帯にあってわかんないんで、だいたい、こういう感じの髪型ですね。宮崎優くんの髪型でやっていくんですけど、まあ、だいたい、この、ダイヤシルエットになるように、ここと、ここでひし形になるような、スタイルで、この辺、フロント部分、全部真ん中に寄るように、ちょっと見づらいですね、すいません。寄るような感じで、作っていきます。まあ、とりあえずやります。はい、じゃあまず、今濡れてる状態で洗い流さないとリトメントですね、つけていきます。これ、リップスの一番いいトリートメントの、ホームケア代でもらったやつですね。オージュア、違う、イミライズトリートメントっていう、メニューでやりました。で、今ちょうど切れました。3ヶ月前に行ったんですけど、今ちょうど切れましたね。もう結構持ちましたね。はい、で、これをまつけますと。で、ドライヤーしていきます。で、まず後ろからやっていきます。今からやっていくのは、リップスで、教えてもらったことを説明していきます。そのまま。では、下から、空気を含ませるように、全体にバーッと乾かします。後ろを。で、つむじのところを少し浮かせるように乾かします。で、後ろが乾いたら、今度前ですね。はい。で、一回前髪を、一回じゃない。前髪右なんですけど、一回逆に乾かします。なんで殺するかっていうと、前髪の収まりをきれいにするためですね。髪の毛って根元と毛先が逆を向く性質があるので、一回根元をこっち側に向けます。一回逆に乾かすことで根元をこっちに向けます。で、それでそのままそういくと毛先が逆を向くっていう仕組みになってるので、こうそれで逆に毛先だけ逆に戻してあげると、そうですね、自然と、こういう風に、毛流れに沿って、収まってくれます。で、羽も軽く、ここで癖づけちゃっていいと思います。こんな感じですね。で、ボリュームが出づらい人は、これは関係ないんですけど、ちょっと、この辺ボリューム。ちょっとアウトラインも、少し風を当てて、こうね、ちょっと出していきます。まあ、これでドライが終了ですね。で、アイロンしていきます。前髪が結構ちょっと自分長いんですけど、超見づらいですね。すいません。曲げていきます。ちょっとずつ取って、挟んで、曲げたい方向に曲げて抜くって感じで僕はやってます。もうこれは人それぞれだと思います。やりやすいのでやればいいと思います。ここは、ここまで来たら、顔に沿うようにやっていきます。なんでこんな画質悪いんだろう。ほんと申し訳ないです。ちょっと今、蛍光灯がうちあったんですけど、撮る直前に、急につかなくなるっていう。ちょっと、外の光だけでやってますね。はい、じゃあ、そうですね。まず、アウトラインやっていきます。まず、耳上からやっていきますね。ちなみにさっきの前髪のやり方は僕のやり方ですね。僕たまたまその時前髪そんな長くなかったんで、前リップス行った時に教えてもらった時、髪型、オーダーした髪型が違ったんで、ちょっと違うんですけど、その時教えてもらったのと、今との髪型で同じところは、このアウトラインの部分なんで、この耳、両耳とこのトップの部分、ここを結んだラインで、
羽を作っていくって。この辺をやっていきますね。あ、そうだ。ちょっと画像がないんでちょっと怪しいんですけど、確か、ちょっと下向きに、跳ねてる感じだったので、あんまり跳ねさせすぎずにやっていきます。で、ここから上は内巻きで。全部内巻きでいきます。あれ？右流しか。こうだ。はい。ちょっとね、鏡もね、さっき割っちゃうっていう、ハプニングが半端じゃなくて。なんで鏡が、ちゃんとした鏡なしでちょっと見づらいっす、めっちゃ。なんか携帯もおかしくて、なんかどんどん2分ぐらいで切れるんですよね。ちょっとめんどくさいっていう。どうでもいいっすね、はい。ここから、はい、あ、内巻きです。で、上の部分はちょっと持ってあげて、前の方にちょっと巻いていきます。そうするとふわっとしていきますね。あ、これリップスのじゃないですよ。自分のやつです。ふわっとする。はい。じゃあアウトラインが大体終わったかな。もうちょっと。こんなとこでいいですかね。はい。じゃあ、この部分やっていきます。この部分、大雑把に取っちゃっていいです。前髪以外のこの真ん中付近を取って全部一気にまとめてこう曲げちゃっていきます。真ん中に寄るように。この辺りで、こっち、さあ、こっち右サイドも真ん中に寄るように。こんな感じですね。やった後にちょっとだけやりたい形な感じで整えてあげると、髪は冷めた時に固まるんで、ちょっと形をつけておくと楽です。形が決まりやすいです。で、まあ、ちょっとこの辺、まあ、ポイントでしっかりカールをつけたい部分、こうねついてねこうね、つけていきます。この鉢回りらへんとか、見えやすい部分だけ、ちょっと集中的にやります。そんな感じで。はい、じゃあ、アイロン、あ、後ろやってなかった。後ろは、まあ、やんなくてもいいんですけど、耳より上の部分のところを内にやってきます。つむじから放射状にふわっと。はい、じゃあアイロン終了なのでワックスつけます。使うのは L12 フリーキップワックスです。はい、では、耳の、後ろと前で2回に分けてつけていきます。これリップスのやり方です。はい、じゃあ後ろ、とにかく散らします。馴染ませます。もう全力で馴染ませてください。で、馴染ませたら、だいたい馴染んできたな、と思ったら、見えやすいこの部分、上の部分を擦っていきます。擦ることで、さらに馴染みが、しっかりワックスが髪に馴染む。らしいですね。で、また擦ったら、散らすっていう繰り返しで、まあ、1、2回やればいいと思います。はい、じゃあ後ろ終わったので前行きます。また同じように量を取って伸ばしたらなじませます。しっかりと、この馴染ませに結構時間を、一番時間をかけてくださいって言ってましたね。これがあることで、後の、
ディティール作り、形を作るときもすごい綺麗に束を出して作ることができるそうです。で、なじませたら、はい、こする。もう大体3箇所ぐらい、もう1個かな。こすっちゃっていいです。で、また下ろす。で、これでほとんど大体ついてるんで、あと前髪の辺、前髪ともみ上げのライン、ちょっとかき上げても全部上げちゃいます。前髪に、つけない方が、あんまりつけない方がいいっていう人が多いと思うんですけど、つけなさすぎてもパサッと、そこだけパサッとしてしまうと不自然なので、前髪もちゃんとつけると言ってましたね。まあ僕はそれで、その次の日ちゃんとつけたら、めっちゃつきすぎちゃいました。まあ、ちょうどいい分量ってことですね。はい、じゃあ。ではまず、ここから、馴染ませが終わったんで、ここから、ディティール作り。襟足つけて、ここからですね。まず、耳上の羽を決めます。ひし形の角ですね。ここって決めたら、ここと、顎と。で、ちょうどいいところですね。この上の部分。この黒目の前髪を流す方向と逆の目の上ですね。この一直線上のここ。で、そこからトップを決めます。はい、トップ決まったんで、あとはこことここの間を、きれいに埋めていくだけですね。束を根元浮かしてちょっと、こんな感じで。さっきなじませができてるんで、この時に、アウトラインが綺麗に出ます。はい。で、アウトラインができたので、やばい、画像と多分似ないですね、これ。アウトラインができたので、あとさっきこの辺作ったのを真ん中寄せてあげて。見えねえ、ほんと見えない。自分も見えないですね、これ。あと、まあ、この辺ですね。ちょっとふわっとさせて、横から見たときに、こう、ボリュームがこの辺欲しいので、この辺をちょっと浮かしてあげて、放射状に、つむじから放射状になるように浮かしてあげる。ところどころ、さっき作った、アイロンで作ったカールを再生していくって感じで、作ります。めちゃくちゃ見づらい。後で写真載っけますね。ツイッターの方で。で、後ろは、ほとんどできてるんですけど、ちょっと耳から上を全体的に上げて、真ん中に軽く寄せます。で、だいたい凹み具合を確認して、上に。やばい。なんですね、はい、これで完成ってことで、ごめんなさい見づらくて。はい、じゃあ回っていきます。やばい、後ろがすごい不安。はい、じゃあまあこんな感じで、まあ久々の動画なんで、まあこんな感じで軽く終わっちゃいたいと思います。ちょっと電球変えますね。はい、じゃあ次回またどんどん動画出していく予定なので、よろしくお願いします。チャンネル登録と、高評価よかったらお願いします。ではこれで終わりにします。ありがとうございました。はい、じゃあ完成したんでスプレーをやっていきます。ちょっとボリューム出したいとこだけ、出したいとこに根元に煮込むように。で、後ろもですね。で、全体バーッと。で、前髪だけ毛先につけます。はい。で、これで完成です。ありがとうございました。